果てしない大空と広い大地に。はい、グッジョブエビオン、アイムマオシングチャンネルでございます。で、今日も超過は、超過&クッキング、今日はすごいね、こんな感じで ちなみにこれ新しく買いました。なんか台湾のなんかリュック、こういう感じのリュック、なんか半額で5000円ぐらいで売ってたんですけど、なんかリサイクルショップでなんか2000円でこのアディダスのバッグ売ったんで、結局これにしました。これつけだれ、スミソアイのつけだれでございます。そうね、中に魚入ってるんだね。あー、凍っちゃった。塩と氷が入ってるんで、もうちょっとガリガリに凍ってます。まあ保冷剤を入れて、なんか保冷剤とかなんかそういう感じじゃない、あの氷と塩だけでやっぱ物凍るんで白くなる。まあこれもお腹開いて骨抜きまでしてありますね。あーこ、あそうだ、この中、あそうだ、この中にも、あ凍ってるよな多分こいつ。あーこいつもう完全に凍ってますね。冷た、凍って、やっぱ塩と氷入れたやつに直接魚入れるとやっぱ凍りますね。まあまあ夏はそれぐらいの方がいいのかな。うん、OK よ。そしたら、料理を開始していこうと思います。
距離はまだ続くんですけど、それ良いですね。これはセミゾですね。まあちょっとお試しなんで、うわ虫が、虫がお試しなんで、とりあえずまあまあちょっとなら最悪食中毒に当たっても、まあ、死にはしないと思うんで、とりあえず試しにこれだけ。あちょっとタレ作りすぎたね。いや本当はもうちょっと大きい魚釣る予定でいたんだけど、かなり増水してるのね。でもともと夕張で釣りしようとしたっけ、もう増水してるし人入ってるし、3人ぐらいいたね。僕みたいに熊を恐れない人がなんか結構3人3、4人いたみたいで、まあまあ僕と同じような情報網を持ってる人たちなんでしょうんだけどね。で行く春別川とか行っても全然、まあ、逆に水深なさすぎてもう釣りなんないなと思って、気がついたらまたビバイに来ました。まあそういう流れです。ゴミはちゃんと片付けますんでご安心ください。本当ね、帰ってすぐ揚げ物にする、唐揚げとかフライにする場合ね、まあ頭を落とすシーンだけではちょっとカットしますね。この状態で、まあ、この状態で、まあ、小さいやつだったら、唐揚げにしても、全然骨気にならないですけど、この大きさになるとね、結構、骨がうるさいので、中骨をこの状態に開いてから、取っちゃいます。ここまでキッチンバサミで一応できます。こんな感じで中骨取って。あと揚げるだけの状態です。こんな感じですね。うわ、本当はもっと上行きたかったですけど、もうちょっと上行ったらこの間みたいに30センチ前後から、まあ、40センチぐらいの間のやつボコボコ釣れるんですけど、今日なんか増水してて上まで行くのちょっと危険な匂いがしたんで、まあちょっと刺身にしづらかったんですけど、まあ、今日はこれで妥協しようと思ってますね。思います、妥協しようと思います。いやつがさっきマダニに噛まれたね、最悪だね。あでもなんか指で引っこ抜いたらなんとか、なんか顎の針みたいのなんか刺さんないのままうまく取れたからまだ良かった。でちなみにこれ、あの唐辛子入りの蚊取り線香で、これ熊よけとか獣よけ用のそれ専用の蚊取り線香になります。あもう燃え尽きちゃったかな。いつもはね腰元にかけてね蚊こぎするために消えちゃってるんだけど、今回はこの辺こっちにつけましたね、くくりつけました。じゃあ、まあ、あとはお片付けして帰ろうと思います。じゃあまたお会いいたしましょい。ちょっと滝の音でちょっと雑音がすごいかもしれないけど、またお会いいたしましょい。またね、グッバイバイバイ。今回の動画はここまでだ。これは次のカメラを準備をする。